はい、こんにちは、コムさんです。ダイハツミゼットね、アリーのダイハツミゼット続きやっていきます。このパーツね、ここのフロントのこのパーツなんですけど、ここにつけるやつね、これね、ゲート処理と、ここゲートね、このペーパー丸くして R に合わせて、こうゲートとパーティングラインね、削っていきます。折らないようにね、注意して、ね、まああらかじめもこすってあるんでね、もう取れてると思うんですけど、なのかな、外側だけ。こうね、指でこう押さえてね、折れないように。よし、なんかな、気になりましたね、これね。よいしょ、こっちも。まあまあ、パーティングラインは目立たないですけどね、これ、このパーツ。ゲートがね、ちょっと見えるんで。前からはね、パーティングライン見えるんで、パンチ。よし、そしたら、ミラーね。ミラーの、ここか。ここにゲート、ちっちゃいゲート。よし、それと、バリはもうないからね、しましょうかね。これね、塗装しとかなあかんのですけどね、まだしてないというね。よし、はい、このライトのね、レンズをね、マスキングしていきたいと思います。ここもちょっとゲートあるな。ゲートね、ちゃんと取っときましょうね。仕上がりがね、微妙になるんで。ちっちゃいがから、ちっちゃいがためにね、まあ見えにくいですけど、ちっちゃい分ね、やっぱり。このね、レンズをマスキングね、していきます。これね、レンズ映ってるかな。ここにね、ペターンとね、こうして、貼り付けちゃいます、ここに。こう、貼り付けて、で、爪楊枝で、こう、縁をね、しっかり、押さえていきます。輪郭しっかりね。このまま、爪楊枝で、先っちょ、ちょんちょんにしてね、切っていってもいいんですけど、ね、切り口ちょっと悪くなるんで、そこはもうデザインナイフで、このね、縁の、この縁、モールドが縁、こう、ポコンとなってるんですよね。それに沿って、こう、デザインナイフでね、カットしていきます。こうね、切れたかな？よし、そしたらもうね、これ、切れたと思ったらこれをね、めくっていく。切れてなかったらめくってしまうからショックだけど、よいしょ、ペロンとね、こんな感じ。よいしょ、まあ、いいんじゃないでしょうか。こんな感じでね、マスキングできました。こんな感じ。はい、ライトのレンズのね、持ち手をつけていきたいと思いますが、ここにね、デコプリをちょっとこうつけて、ここにね、つけていきます。このね、前のここまでね、塗装と裏もね、シルバーにしたいんで、
感じね。はい、よいしょ、これでね作っていきます。よいしょ、ほんのちょっとで、ほんのちょっとでいいですね。いっぱいつけちゃうとね、くっつきも悪いし、この横についちゃうんで、これからにしばらくしたら乾いてくれると思うんでね、ちょっと待っときます。はい、そしたら次ね、クリアをデカールこんな感じでね前回できましたので、クリアをね拭いていきたいと思います。もうこれでええんじゃないかなと思ってます、このさんはね、デカールは、うん、シンプルにもうこれ以上デカールを支払わないです。もうこんな感じでね、あ、ここミデットのねやつも貼っときました。これこんな感じ、もっとね今年風のデカールみたいにしていけばええんですけどね、まあまあこんな感じでいいんではないかなと思いますが、フロントガラスとね、リアガラスをマスキングしていきます。このね縁取りというかな、ここのね、ここ接着白になるのと、ここにちょっとこう黒くねしたいんで、こんな感じかな、あのゴムね、ゴム表現というのかな、内側のね、内側はまあ見えないですけど、ほとんどと、んで、こういこうか、こうやってね、フロントの部分はね、ほとんど前っていうか、前じゃない、内側っていうだけになるんですけどね、黒く見えるのはね、リアガラスね、こんな感じで、フロントガラスこんな感じね。はい、ここねマスキングしていきます、というかもうしていってますけどね、こうな、これかな、しっかりと押さえときますね。よいしょ、甘いか、これこっちから行って、こっちを押しとこうか。
グリーン拭いていきます。あ、こんな感じでね、マスキングはこんな感じでやってやりますので、ね、グリーン拭いていきます。次ね、赤拭いていきます。マスキング取りました。こんな感じね、こんな感じ、はい。はい、それではね、つや消しクリアを拭いていきたいと思います。あのデカール保護と、あとまあ塗装の保護、塗装の方はもうしてありますが、デカールの保護は主ですね。はい、ではやっていきます。
はい、それではね、このパーツね、この、フロントのねパーツとミラーね、白拭きました。はい、今度ね、窓枠黒拭いていきます。はい、ではね、黒拭いていきます。こんな感じね。はい、続きね、次はエキゾーストパイプと、これね、エキゾーストパイプを、シルバーにね塗っていきます。で、ね、ホイール、フロントのホイールね。よいしょ。そして、これね、あ、そうそう、燃料タンク、燃料給油口のね、給油口のあのキャップの部分ね。よし。そして、今度はこれ、ライトね、ライト。はい、それではね、マスキングめくって、今回はね、これで終わりにしたいと思いますが、大変長い間ね、ご視聴ありがとうございました。またね、次回もしっかりとね、やっていきますので、よろしくお願いします。中やな、これ。よいしょ。で、またね、コムさんのチャンネル登録の方もね、よろしくお願いします。ということで、はい、こんな感じでね、合わせマスキングね、コムさんの合わせマスキングでやりました。こうね、糊と糊つけて、あの、糊じゃない方面をこのデカールの方にね、つけるという方法で今回はやりました。ね、デカール持っていかれたらね、最悪ですのでね、はい、こんな感じでね、めくっていきましょう。
これなんかの拍子にね、クリア拭いてるから大丈夫やと思うんですけど、なんかの拍子に当たった時にね、ピッと目持っていかれるみたいなね。あ、これ、ここ大丈夫でしたね。緑のマスキングテープで。取れません、ね。ちゃんと守ってくれてましたね。はい。フェラーリ、このね、このね、V パワーはあるんですけどね、フェラーリマークっていうのはなかなかね、ないんでね、残ってるやつというか、使えるやつがね、なかなかないので。万全の体制というのかな。よいしょ。大丈夫と思いつつも、万全をということで。よいしょ。こうやってね、今こうやってる時にこのマスキングテープがここピッてついてね、デカール持っていくとかね、そういうことがね、起きたら、ショックですよね。ないようにね。よっと、ここの枠もね、塗らなあかんのですよね。ただね、ここなんかね、このままの方がね、感じいいんで、古臭い感じがして感じがいいんで、もうこのまましとこうかなとか思ったりしてるんですけどね。あ、どうでしょうか、こんな感じ。窓枠ね、綺麗に後ろもね、塗れたと思います。前もね、こんな感じ。あとこっち側だけね、めくって、はい、どうでしょうか。ここね、塗ろうかなと思ったら塗りますけど、まあまあ中ちょっとだけ塗るかな。中ね。うん。もしかしたら中だけね、塗るかもわかりません。なんでゴムがね、ゴム表現せなあかんのでね、パッキンね。よし。はい、それではね、今回これで終わっときたいと思います。こんな感じでできましたよというね、感じ。だいぶ感じよくなりましたよね。はい、このままにしとくのか汚すのかというねところです。はい、今日はねこれで終わっておきたいと思います。また次回ご視聴なってください。言ったかな、コムさんのねチャンネル登録の方もよろしくお願いしますということで、はい、ダイハツミゼットアリーのキットでした。はい、お送りしたのはコムさんでした。それではさようなら、また次回お会いしましょう。